下心がないと恋愛感情は生まれないって哲学ですよね。全国の徳屋さん、こんばんは。深夜の放送部ことタックです。今日なんですが、久しぶりに新企画やってもいいですか？いいですか？ありがとうございます。それがですね、まあ、あんま新企画っていうとボツになりそうで嫌なんですけど、最近めちゃくちゃハマってることがありまして、それが哲学っていう学問なんですけど、これ生きって言ってるわけじゃないですよ。モテタグで言ってる知り合い知ってますけど、その哲学にね、めっちゃハマってまして、もう夜な夜なずーっと考えて興奮して、それで白米まで食ってるんですけど、どんぶりで。今日はその中の哲学的思考実験というものがありまして、これがね、もう面白くて面白くて、最近8時間ぐらいしか寝れてないんですよ。なので今日から毎回2つぐらい皆さんにも紹介していきます。なので皆さんの考えをコメント欄で書いてくだされば私が喜びます。最初なんで全員がついてこれるように、哲学って何っていうのをね、説明入れておきます。哲学とは人生、世界、そして物事の根源のあり方、原理を理性によって求めようとする学問、また経験から作り上げた人生観とね、聞いても意味がわからんですね。ざっくり言いますと、物事の根本的な部分を理論上じゃなくて理性とかで決めないといけないというね、少し難しいものになります。これちょっと言ってもわかんないと思いますんで、例を出していきます。これ聞くだけでも賢くなれるものなんで、ぜひ聞いてください。聞けばわかると思います。紹介していきます。1つ目、メアリーの部屋。はい、例えばです。生まれてから今までずっと白黒の部屋で育ったメアリーという女性がいるとします。この部屋から一歩も出たことがありません。なのでもちろん生まれてから色というものを見たことがありません。ですがこのメアリーは白黒のテレビを通して色に関する学問を誰よりも勉強しています。どういった時に人が赤いという言葉を使うのか、自分の見ているこのトマトは白黒だが本来は赤であるという情報を知っています。さらに赤を見て目を通して脳が赤だよって認識するまでのこのプロセスを誰よりも勉強して知ってるんです。じゃあこの彼女がこの白黒の部屋から解放され、生まれて初めて色というものを見た時、何か新しいものを学習するのかという問題です。色を見て驚かずに知ってたわっていう風になれば、学習はせず経験というのは知識で補えるということが分かり、でも生まれて初めて色を見た時にメアリーの想像とかけ離れていれば、所詮机に向かう学習とは薄いものであるということが分かるというものです。知識と経験は似たようで全くの別物なのかという感じです。これ日本でも言葉でありますね。百聞は一見にしかず。ただこれって昔の言葉なんですね。まあ、今インターネットで何でも見れますよね。じゃあこれを極端に実際行うとどうなるのかということです。これ面白いですよね。まあ、これは僕の考えなんですけど、全く違うのかなと思いますね。これまでの経験でもいざやってみると大したことなかったとかがほとんどだと思いますし、ただ誰よりも色の勉強してるというところがポイントです。コメント欄お願いします。次です。2つ目、テセウスの船。はい、これはテセウスという名前の人の船があるとします。その船の部品を一つ一つ外して新しい部品をつけていき、全ての部品が入れ替わった時、それは交換前のテセウスの船と言えるのか、さらに取り替えた古い部品を使って全く違う船を作ったとしたら、それはどちらがテセウスの船なのかという問題です。これ難しいですよね。完全にパラッパラッパラドックスですよこれ。まあ、これギリシャ神話の一つで、前者は全部変わってるしテセウスの船じゃない、まあ、さらにもう一つも形が違うからテセウスの船ではない、でもある人は構成要素が一緒であればこれはテセウスの船だよって言うんですよね。である哲学者の言葉で、人々が同じ川に入ったとしても常に違う水が流れているっていう言葉があって、広く見た時は同じでも一つ一つの細かい違いが全く別のものを作り上げるのかっていうことでもありますよね。でこれ面白いのが、部品は一緒なんですけど全く違う形の船で、これ僕的にはテセウスの船じゃないに入れますね。理由なんですけど、全く同じオブジェクトでも一つ一つに絶対癖があると思ってて、コンピューターとかも特にそうだと思ってるんですよ。そこの経験からテセウスも形が同じの新しい部品の船に乗った時に、あれこれ俺の船じゃないぞってなるんじゃないかなと思いました。はい、これ難しいですね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。最近ハマっている哲学的思考実験というものでした。まあ、これって答えがなくて、まあ、ずっと考えちゃうんですよね。最終的にどうやったらこれ思いつくんってなっても、それも考えちゃってバカみたいな関西、皆さんの考えありましたら、コメント欄お願いします。最近僕話題のジョーカーを見てきたんですよ。あれもね、悪っていうのを見事に表現した、見る人によって捉え方が変わるような哲学的要素も入った映画だったなと感じました。おすすめです。今日は以上です。コメントお待ちしております。おやすみなさい。